ゼロ様の現在地は探索中です。敵味方識別情報を転送しますか？グレン聖典8っていいかしら。起動確認しました。グレン聖典発極式発進。完成品トイブランドの最高峰メタルビルドより生まれしドラゴンスケール。見せるダイキャストによる質感やハイエンドモデルとしてのデザインアレンジ、そしてうねりねじりを生む可動外装により躍動感あるシルエットの再現を特徴とするドラゴンスケールブランドにより表現される史上最高のグレンが今そのベールを脱ぐ。いわゆるメカのコンセプトのところで行ったりとかしていた時に、コードギアスシリーズのメカのコンセプトとか方向性のところをどうしようかと、どっかメカっぽいんだけどどっかメカっぽくない感じ、いわゆるこう胸の目に見えそうなところのパーツだったりとか、そこのところがすごいよくこう再現されてるんで、初期この雰囲気に結構近いんで、複写波動はずっとやりたかったやつなんですよ。だからこれはもう絶対入れたかったっていうのがあって、複写波動ありきです。個人的にもしもロボットものをやって、それがある種の科学的な設定を組んでいけるタイプの作品があったら必ず入れたかった代物だったので、ともかく右手が大きいのだと、で右手が大きくて敵の懐に入れたりすればこちらの勝ちなのだっていう、その構造を取りたかったって言えばいいですかね。一撃必殺ですよ。彼の方が左利きという形のところで左側に細かい作業をやらせようと、で手持ちの武器だったりとかそういうのを扱ったりするのも左手がメインになっていて、右手はいざという時のという、そういう形の使い分けができたのも結果的に良かったかなと思いますよ。いやこれね、やっぱりね、実物見た方がいいと思うんですよ。メッキパーツの使い方だったりとか、素材感の微妙な違いだったりとか、脚部の関節部分のパーツのところの使い方だったりとか、あとでかいっすよね本当にね、このエナジーウィングがすごいいいですよ。さっきちょっとこんな感じみたいなので触ったりとかもしましたけど、むちゃくちゃ広いですね。あっちこっちに可動ギミックのところ仕込まれてるので、これ触るだけでね1日経っちゃうと思いますよ。これはもうバンダイの科学力というか技術力ですよ。これは本当にいい商品です。はい、コードギアスファンの皆様、まだまだシリーズの方としては続いてまいります。また新作の方もアニメとして行います。新作の方の監督さんのところは、まあ、私昔からよく知っている方なので、いい意味で自由に暴れてくださいという形のところでちょっとお願いしたりとかもしております。他にもなんかいくつか展開とかね、やれそうなことがあったら、せっかくなのでいろいろ楽しんでやっていきたいなと思っていますし、できればこのまままだ引き続き、コードギアシリーズの方を応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして今幾多の名シーンを生み出した究極のナイトメアフレームが蘇る。メタルビルドドラゴンスケール、グレン聖典発極式、魂ウェブ商店にて5月27日より予約開始。